ました。曲は天竜という稲の民話をもとに作りました。天竜という民話は、稲という男の人が竜に連れて行かれた杖という女の人を助けに行き、竜を倒すという民話です。そのことから稲に流れている天竜川ができたと伝えられています。チーム名も竜のように力強く踊り輝きたい、そんな願いから桐生になりました。今まで中組全員全力で